んどうもこんにちは、レッドです。さあ今回の動画はですね、ロマンの動画でございます。今ここに見えますインタークーラーに見えるものはインタークーラーではございません。まあ私がね、インタークーラーっぽく作ってみました。 NA 社だとね、ここがもうガラッガラでね、寂しいんですよね、めちゃくちゃ。で、中にはですね、これターボに乗せ替えれば早いんじゃないのっていう人中にはいると思うんですけど、本付けターボでもターボ乗せ替えでもそれなりにお金はかかります。というかね、私の最終的に行き着くところは 2J のエンジンを乗せることなので、まあ期間とお金がかかるわけですよ。普通のことはしたくないのでね、そういう考えに至りました。だけどね、その 2J エンジンを乗せ替えるまでにまだね、期間がかなり空きますので、じゃかじゃん、本物のインタークーラーを用意しました。これスカイラインの純正インタークーラーで、ヤフオクでね、かなり安く購入しました。今回はこの本物のインタークーラーをダミーとして取り付けていくんですけど、ただね、ダミーとして取り付けるんだったらもったいないということで、ちょっとね、手間を加えていきたいと思います。それではレッツスタート。いいかいみんな、今回の動画ロマンだよ、ロマンロマン。さあ始まりました、レッド先生の DIY シリーズ。今回はダミーインタークーラーです。ただのダミーとして使うのか、果たして行方はいかに。これがね、今バンパーが取れた状態です。止め方としてはね、こんな感じで L ステーで止めています。もう完全ハリボテですね。てな感じで取っ払っちゃいます。はい、ってな感じで外れました。これが外れた前の僕のダミーインタークーラーです。裏はですね、こんな感じですね。 FRP でガッチガチに固めております。5年ぐらいかな。お疲れ様です。さあここにね、新しいインタークーラー当てがってみましょう。ここまでは入るけど、若干干渉する部分がありますのでね、その部分を少し削っていきたいと思います。はい、なんとかね、インタークーラー入るようになりました。次にですね、ステー、こんな感じで取り付けます。そして今のままだとね、若干強度がね、足りませんので、鉄をね、少し横に補強として入れていきます。このように横に補強を入れましたので、若干ね、縦の曲がりに強くなりました。で、錆止めでね、サフも吹きましたので、今からこれを戻してきます。今ね、下がしっかり固定できて、もうね、ほとんどビクともしないんですけど、上もね、L 字ステーで固定をしていきたいと思います。次にですね、このダミーインタークーラーが取り付けできて、あとはエアロを戻していくだけなんですけど、この部分って見える部分なので、こちら、シリコンホース。そしてね、今回つける必要がないんですが、こちらフレキシブルエアダクト、こちらの蛇腹ホースをですね、ここ実際取り付けていきます。理由は後でご説明いたします。ちょうどこの出っ張りの部分、この出っ張りの部分を取れば80杯ぐらいいくので、ここをね、切ってこのシリコンホースとジョイントしていきます。次にね、この蛇腹をね、このシルビアのここ、もううまいことにね、穴があってね、これグリグリ回したら綺麗に入っていきます。そしたらね、この部分までダクトが来ました。エアクリの真横です。はい、この頭を切ったやつですね。で、蛇腹が長すぎるので余分な部分をカットします。これで今ね、インタークーラーのホースがここからここに来て、フレッシュな空気を出してくれます。もうお気づきですかね。そう、このままだったらね、風ここからなので入ってきません。どうしようかな。そんな時はこちら、はい、12V で動く防水のファンでございます。こいつをね、インタークーラーの反対側に取り付ければ、走行中であればね、あったかい空気がこのインタークーラーで冷やされて、冷たい空気を吸うことができるんじゃないのかなとね、すっごく無駄な装置考えてみました。まあ、正直これはナンセンスなんですけど、これはこれで面白いかなと思います。やるだけやってみましょう。ちなみにこの送風機ね、サイズが100ファイなんですね。変換タイプをね、取り付けてください。
ちょっとね、ここのバンドがね、間に合わなかったんで、このまま行かせてもらいます。よし。あとは電源をつなげば、ここから空気がグーンって入っていって、向こうからね、エアが出るわけです。なんて無駄な装置なんだ。はい、クリアランスバッチリですね。あとはね、潰れたアルミを少し起こしていきます。今回はね、マイナスドライバーの一番ちっちゃいやつを使っていきます。バッチリかな。てな感じで、ここにね、ミサイルスイッチ追加しました。この緑がファンになります。見てください、フレッシュなエアーがたくさん出てます。皆さん、いかがだったでしょうか。ダミーインタークーラー、今回のダミーインタークーラーの使いどころとしては、冬場はねスイッチをオンにしなくてもいいとは思うんですけど、夏場とかだったらね、外気温度を冷やしてそのまま、冷たい空気をエンジンに吸わせるっていう感じですかね。そしてね、今のままだったらスイッチをオンにしないとエアーがあまり入ってこないような感じなので、別でねフレッシュエアーが入るようにダクトを設置したいと思うので、それはまた別の動画で発表したいと思います。今フレッシュエアーダクトを発注してる段階なのでね、まだしばらく届きそうにありません。そして今ダミーインタークーラー、何もロゴが書いてない状態なのでね、ここに何かロゴをぶち込んでいきたいと思います。それは別の動画で面白い商品を使ってご紹介していきます。そして最後にもう一度だけ言っておきますけど、今回のはね、機能面考えておりません。男のロマンを感じる動画だと思ってください。そういうこと。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter もやってますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。 Instagram もやってます。またね、バイバーイ。